これだけの品質のものっていうのは多分どこにも。楽しみ。いいんすか。いや全然、はい、もう塩熊さんのこう、これは、これは裏です。裏別メニュー、別メニュー、おすすマスターのおすすめメニューみたいな顔。中級で真ん中が上級だったけど、分かんない、それね、あんま気にしなくて上級でいけるから。いや、一人で上級に行って埋まってたらね、これ大丈夫だ。いや、もう一度え、明日どんな感じで、もうそろそろ朝行って、いや、いいよ、ほぐれる感じ。はい、どうも、すごい、このアイパッドでかにもらう。その、うん、シックマなんだね。うん、カニ。うわ、美味しい。おすすめです。うん、めっちゃ美味しい。これはうまいわ。あ、もうなんか。香りからして 合いますね、これ。あ、これは幸せになりますね。でもね、余ったね、このもったいないやつ、これバゲットいけるんで、すっごくいただきます。肉とかね、結構ごっそり乗っちゃうんで、これ贅沢ですよ、ほんと。僕はね、パスタ頼んだんですけど、こちらの店、この海鮮丼もね、ありますんで、これもちょっとね、一口いただきたいと思います。これ、アボカドつけて食うと美味しいって言うんで、つけて一緒にいっちゃいます。これはうまいわ。パスタもね、食べれてね、こっちでも本当にこの本格的なね、海鮮丼いただけるってことで、わあ、これ全部食いてえな。これ、これいっちゃっていいですね。全然違う。全然違います、これ。うめえ。これうまい。身がもう、ね、しっとり。うまいしか言えないっすもん、これ。美味しいでしょ。美味しいっすね。多分ね、売ってるカニではここはいかない。カニの味しっかりしますね。うん、これがカニ。はいはい。なんかすごい弱いかも。うん、怖い。
カニ味噌の味、うわ、これは違うな。味噌すごいっすね、これ。味噌おいしい。やばい、ほんとに初めてカニ味噌食べたって感じですね。うん、うわ、今までで一番おいしい。濃厚。カニ方が。本当もうお正月来た感じですね。確かにこの人数で。この時期にこんなレベルのカニを食べれるなんて。熱燗垂らしてるの見て。熱燗？あー、今、あー、最高っすね、それ。うわー。ん？太陽光？太陽光のあれでしょ、ここに太陽光がある。は？カキのソテー、カキの味濃いなぁ、これもうまいですね。何食べたっけ、カキと、濃厚。はい、ということで白くも食堂さんで食べてきました。いや、なんかね、レギュラーメニューだけ食べようと思ったんですけど、もう出てくるや出てくるや、本当にね、もう僕北海道に住んでいてこんなに美味しいカニを食べたの初めてだったなと思いますね。もうホッケとかもあれすごいんですよ、身もふっくら厚くて、もう本当に美味しかったですね。もうね、こちらね、もう口コミが広がって結構観光客の方とかもね結構来てるみたいなんですけれども、ぜひですね、小樽にお寄りの際には来てみてください。以上、あっちでした。